E プラスをご覧の皆様、こんにちは、山本涼介です。舞台リトルボイスでビリーを演じさせていただきます。そうですね、このリトルボイスという作品は僕が生まれる前から愛されている作品で、そういう作品に出させていただくっていうのは本当に嬉しいことだと思いますし、その映画版ではユアン・マクレガーさんも演じたビリーという役をやらせていただくのは本当に光栄なことだなと思っております。ビリーはその大原櫻子さん演じるリトルボイスをこう支えたり、そういう人のために動く役っていうのは自分自身あんまり経験したことがないですし、恋愛というかものもあまり自分自身触れ合ったことがないものなので、なんかまたいろんなことにこの作品を通して挑戦できるなっていうふうに思いますし、なんかビリーという役と一緒に僕自身また一段と成長できるように頑張りたいと思ってます。公演の初日が5月15日からなんですけど、その日が僕の誕生日なんですよ。で、なんかすごく自分自身運命的な出会いだなっていうのを感じますし、僕自身また新しい一年の始まりの作品なので、今からすごくやるのが楽しみです。舞台リトルボイス、来年5月15日から公演予定です。ぜひ見に来てください。待ってます。